こんにちは、野球ファンの皆さん。今日は、皆さんが愛してやまない大谷翔平選手と彼を陰ながら支え続けるマミコ夫人について、さらに深く掘り下げてご紹介します。ドジャースでのプレーや彼の個人生活、家族の絆など、様々な側面を通じて、二人の物語をお伝えしますが、皆さんが感じる興味や感動は、きっと新しい視点からも味わえることでしょう。最初に、 驚きの一面をお話しします。実はマミコ夫人、奥様会で一躍注目の的となったんです。一体何があったのか、早速見ていきましょう。奥様会で魅了されたファンたち。ロサンゼルス、ドジャースは10月初旬、サンディエゴ、パドレスとの地区シリーズに臨みました。試合前の奥様会では、選手の妻たちが集まる場面が TikTok で公開され、 その中でも特にマミコ夫人がひときわ注目を集めました。スタイルの良さが際立ち、彼女のファッションセンスはファンを魅了。ネット上では、足長聖高が際立つ、美人でエレガントといった賛辞が飛び交い、SNS で一大ブームを巻き起こしました。奥様界で彼女が見せた笑顔やリラックスした姿は、普段の大谷翔平選手の真剣な顔つきとはまた違った。 彼のプライベートをかいまる瞬間でもありました。このような場面がファンにとって新鮮で、彼の背後にいる家族の支えがどれほど大きなものかを再認識させるエピソードでもあります。特に彼女のスタイルが際立つパンツコーデは、ファッションアイコンとしての存在感をも際立たせ、女性ファンにとって憧れの的となりました。昌平選手のプレート、一貫性の裏にある支え。 大谷翔平選手のプレーにおける最大の特徴、それは一貫性です。どんな状況に置かれても常に冷静で自分のペースを崩さず、やるべき準備を徹底して行う姿勢はファンやチームメイトにとっても尊敬の対象です。しかし、その裏にある家族の支え、特にマミコ夫人との絆は決して見過ごせない要素でしょう。2024年、 大谷翔平選手はドジャースに移籍し、彼のキャリアに新たな賞を刻んでいます。右肘の手術からの復帰を果たし、新しいチームでの環境になれることを最優先にしてきました。シーズン中はほとんど自宅での時間を大切にし、しっかりと休息を取り、球場ではデータ分析や練習に全力を注ぐ彼の姿勢は、まさにプロフェッショナルの勘です。翔平選手は試合後、取材に応じる機会が増え、 その言葉には常に冷静さと一貫性が感じられます。しかし、その中で注目すべきは、プライベートに関する質問にも時折答えるようになったことです。特に、マミコ夫人や愛犬デコピンとの生活に関して語る場面では、大谷翔平選手の人間らしい一面が垣間見えることがあります。家族との時間が、彼にとっての安定した心の拠りどころであることが、言葉の端々から感じ取れるのです。 ドララマチックな瞬間、移籍後初ホームランとその裏側。ドジャースに移籍した後、翔平選手はなかなかホームランを打つことができず自己ワーストの40打席連続無本塁打という苦しい状況に直面していましたしかしついに4月3日のジャイアンツ戦で移籍後初本塁打を放ちその喜びを素直に表現しました長かったなという印象が強い早く打ちたいという気持ちが いい打席からかけ離れていったと彼は語りこの発言からも彼が勝利のために全力を尽くすす姿勢が見て取れますこの時大谷翔平選手が本塁打を早く打ちたかったと公言したことは彼にとっても一つのターニングポイントだったと言えるでしょう普段は個人成績よりもチームの勝利を第一に考える彼があえて自分の願望を明確に言葉にした瞬間は ファンにとっても新鮮で感動的なものでした。変わらぬプレーへの姿勢と家族の絆。翔平選手は多くの困難に直面しながらも、そのプレーに一切のブレを見せませんでした。元通訳の事件やプライベートな問題にもかかわらず、彼は常に冷静で、グラウンドでのプレーに全力を注いでいます。これこそが大谷翔平という選手の真髄であり、彼の強さの根源です。 それでも大谷翔平選手がプライベートに関して語るとき、そこには変わらぬ家族の存在があることがわかります。マミコ夫人との絆は彼にとって最も大きな支えの一つであり、愛犬デコピンとの時間もまた彼の心を癒していることでしょう。家庭が安定しているからこそ、翔平選手はあれほどの一貫性を保ちながら、日々のプレッシャーと戦い続けることができるのです。 感動の結び、ファンと共に歩む未来。皆さん、これからも大谷翔平選手とマミコ夫人の物語は続きます。彼の背後には、家族やファンの熱い応援があり、これからも私たちの期待を裏切らないパフォーマンスを見せてくれることでしょう。彼の努力と家族の支えがどれほど大きな意味を持つか、今一度思い出してください。そして、私たちファンも彼の一貫した姿勢とプレーに依え 全力で応援し続けましょう大谷翔平選手がさらなる成功を収めるその日まで共に歩み声援を送り続けることが私たちの使命です未来を共に作り上げましょう